エアコン止めるな。はい、一級建築士で不動産コンサルティングマスター。はい、こんにちは。一級建築士で不動産コンサルティングマスターの楽寿のもたしです。今日はですね、エアコン止めるな、エアコン止めないでほしいなこの冬はって思うんです。まあ実際には家の断熱性能によってずっとつけるのはもう費用がかかりすぎて無理っていうのもあるかもしれないんですが、まあ各断熱性能別にも少しお話をします。今回は医療系で住宅にも精通する吉郎の家さんとのコラボというか少しお話を聞きました。作業療法士という観点からですね、なぜエアコン止めないか、吉郎の家さんも今エアコン止めてないっていう話はとても良い動画になってると思うんですよね。見てほしいんです。しっかり理解してほしいなと思います。メニューです。エアコン止めるな、カメラを止めるなじゃないんですね。なぜ暖房を止めない方が良いか、自宅の断熱性能の調べ方と、じゃあ実際エアコン止めないとどれぐらい燃費かかるのみたいな、医療系吉郎さんに聞くヒートショックの危険性っていうのをちょっと聞いてみました。で、ヒートショックだけじゃないんですよね。エアコンを止めない効能というのは、性能別の断熱の仕方、暮らし方も少しお伝えします。で、最後結論になっていきます。まずは、なぜエアコンを止めない方がいいか。まあ、これは大体分かってる方はほとんどかもしれないんですけど、とにかく冬エアコン止めないでほしいんですよね。特に新築で買われた方、だから断熱等級が4とか、新しい家の方でこれから引っ越して初めてこの冬とかいう方とか、2年目の方とか3年、10年以内の方です。エアコン止めるなっていう感じです。一冬でいいから一冬でいいから止めないでもらいたいんです。いや、それが無理だったら1月だけ、今年の1月だけでいいですから。今もだいぶ寒いですけれども、1月だけ、もう1ヶ月だけ見て電気代どれぐらいになるか心配になると思うので、それで判断してもらってもいいです。でもどちらにしてもエアコン止めない方がいいかなと。可能なら全室室温を一定に保つっていうやり方、何かっていうと、ある家、今ついてるエアコン全て稼働させて、できるだけドアを開け放つという形、窓を閉めてですね、カーテンつけて、可能なら18度以上に保つ。だから室温計を各所に置いといて、例えば一番冷えるのは多分お風呂場か玄関だと思うんですよね。そこへ置いといて、お風呂場が18度以下にならないような暮らし、そんなの深夜もったいないんじゃないって言われるんですけれども、そうした方がいいよっていう話なんです。無理ならば断熱性能、例えば築20年以上とか30年以上だと、もう室温を18度、お風呂場を保つにはリビングのエアコンをガンガン回して熱くしないと難しいという技術的な問題があるので、ならば LD と寝室だけでもその18度を、朝もエアコン消さないで18度、もう深夜もずっとエアコンつけっぱなしにして18度を保ってほしいんです。無理ならば、それも無理というならば、せめて寝室だけでも寝るときエアコンつけっぱなしで止めないで、そのまま例えば20度設定ぐらいにしてもいいです。もっと温めてもいいんですけど、寝てほしいんです。この冬だけでいいですか。エアコンを止めない方が良い理由、簡単なんです。体温が低下します。室温が低いと、で免疫力も低下します。でさらに温度差があるとヒートショックがあるっていうところですね。家の断熱性能の調べ方と燃費です。自宅の断熱性能はという形で、30年以上の断熱は多分等級で1です。か無暖房、暖房してない、壁に断熱材が入っていてアルミサッシで、天井に断熱が入ってないみたいな感じで、築20年以上は断熱等級でいうと2です。まあ1っていう場合も作り方にもあるし、この当時にもう高断熱の家作ってる方もいます。築10年は断熱等級が3か2なんです。で10年以内はほぼほぼ4じゃないかなと思っていて、まあ3のところも若干あるのかもしれないっていうと。
見分け方ですけど、もうサッシで見分けると簡単です。アルミサッシで短パンガラスはもう確実に1か2です。でアルミサッシで複層ガラスだと3かなっていう感じ。アルミサッシで複層ガラス3かなって。でアルミ樹脂サッシだから室内側がプラスチックのサッシだったら多分4です。それを見ながらっていう形になってるかなと。まあこれで温熱シミュレーションしてみました。断熱等級1のを全館なかなか温められないんですよね。もう無暖房の家っていうのは。でも逆に気密も良くないので、でそれでも一応気密を取りながら、あと老気を取りながら計算してみると、冬の暖房費が室温18度に保ってですね、できるだけ全室みたいな形でやると21万円安いですね。だからエアコン無暖房の家でも止めないで見てほしいんですよね。どれぐらいかかるか、せめて1月だけでもチャレンジしてみてほしいんですよね。もうその体感を受けるとエアコン逆に止められなくなるかなと思ってます。まあこれが等級4になると、今の断熱基準っていうところになると冬ですね、6万円ぐらい。だから随分変わりますよね。21万円実際にはもっとかかっちゃうんじゃないかなって思うんです。もうありえないって思うかもしれないんですけれども、だったら1月だけでも体験してほしいって。で、まあ、最近買われた方だったら頑張れば10万円以内でなんとかできるので、全館はなかなか難しい、室温安定は難しいかもしれないんですけど、 LD と教室を20度以上に保ちながら、玄関先が12、3度とか15度ぐらいになるといいかなっていうような暮らしをしてもらえればなと思ってます。ヒートショックの危険性ですね、吉郎の家さんと少しお話ししましたので、それをどうぞ。吉郎さん、こんにちは。こんにちは、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、なんかいろいろさせていただいて元気にやっております。わかりました。まあ今日の話題は私はエアコン止めるなっていう話題で動画をしていて、はい、まあなぜエアコン止めちゃダメなんだよっていうところを皆さんにちょっと知ってほしいなっていうところがあって、まあその一つが、はい、まあヒートショックと呼ばれるものですね、うん、ヒートショックっていうところをできるだけ理解していただけると、はい、まあより健康な暮らしができるのかなというところで、まあヒートショックの危険性というところで簡単にちょっと教えてほしいんですけれども、例えば室温が LD で23度とかの室温から何度ぐらい下がると危険性がググッと上がるとかって何かあるんですかね、指数みたいな。大体ですね、居室間の温度差が10度以上になると、はい、うんうん、ヒートショックのリスクが上がるっていうふうにはされてます。なるほどなるほど、はい、10度以上ですね、はい、うんうん、だから例えばリビングでくつろいでいてトイレに行った時にトイレの温度が13度以下とかになっちゃうと、はい、危険性があると。そうですね、うん、まあ高まると、別にそれがねできるだけ差がない方がいいっていうのは確かなんですけど、はい、10度以上になると、うん、特に寒い方に行くと血圧が急上昇してしまうので。なるほどなるほど、はい、で血圧が高くなるということは血管の中がボロボロになってしまって、はい、うん、まあ、負担がかかってしまうので、そうすると血管の中に血栓とかができやすいような体になってしまいますね。まあ、この年間を通すと12月っていうのが一番こうなんていうのかな、家庭内での死亡率が高いっていうようなデータを見たことあるんですけども、はい、ググッと上がるんですよね。あ、そうですよね。もうこれはまさしくヒートショックのせいが一番大きいのかなと思う。あ、そうですね。12月、1月、2月から、うん、まあ、ヒートショックっていう方がまあ多くなって、うんうん、亡くなる方もすごい、約半数ぐらい多いかなと思いますね。そうですよね。夏と比べると全然増えちゃう。はい、で病院で働いていても、うん、こう脳卒中とか、うんうん、あと心筋梗塞とか、うんうん、あとはですね、浴室の中で意識が消失して、うん、転倒して骨折する方っていうのが冬場はすごく多くなりますね、うんうんうん、そうですよね。この激しい温度差で今の日本の住宅って暮らしていて、特にお風呂なんかは脱衣場で服脱いで熱いお風呂に入りましょうみたいな、はい
そうですね。私はもう暑いの大嫌いで、入れないんですよ、はい、40度以下じゃないと。ああ、いいですね。なんで日本の方々っていうか、銭湯とか行くと、めちゃくちゃ暑くて入れないじゃないですか。はい、あんな暑くすることないのになっていうか、あれも体に悪いですよね。そうですね、特に、はい、あの日本の場合洗面室とかの平均室温が、うん、まあ、10度前半だったりするので、うん、平均のデータが、うん、でその状態でお風呂の温度が45度とかになると、うん、確かにこう体は温まってるようになるんで、うん、その後寒い廊下に出たりとかしても大丈夫なんですが、うん、あのいきなり寒いところから熱いお湯に入ると、はい、血圧がぐっと下がっちゃうので。なるほどね、今度下がるんだ。下がりますね、うん、そうすると、まあ、めまいとか立ちくらみで、うん、まあ、本当に悪くなると、うんうん、意識消失っていう、うん、失神みたいな形になりますね。結構家庭内の事故死みたいなので、統計を見るとお風呂で溺れて死んでしまうみたいな、はい、集計があるんですけど、あれもヒートショックの原因が大きいんでしょうね。はい、そうですね、浴室で、うん、特に冬場で、うん、溺れるっていうと、まあ、本当に自分の意識がなくなってる状態でないと、うん、そうなんですよね。本来は、まあ、溺れるってことはないですか、ね、なんで溺れるんだろうって私はずっと思ってて。いや、私だったら分かるんですよ、はい、酔っ払っててそのまま寝ちゃうとか寝落ちしてそのままあの、ね、溺れちゃうっていう、はい、いう人が多いのかなと思って、はい、すげえなって思ってたんだけど、でもよく考えたらヒートショックだよなっていうところ、ね、そうですね、お酒をやっぱり飲まれて入られると、うんうん、特にこの血圧の変動とかが激しくなったりするんで、はい、そこで意識消失しやすかったりはしますね。そうですよね、はい。まあ、だからとっても危険な暮らしを毎日暮らしているのが、その温度差が激しい家の暮らし方で、はい、まあ、本来はできるだけ暖房をつけて温度を一定にする、まあ、それが20度を超えるような暖かくもしなくてもいいから、できるだけ温度差をなくしていく。例えばリビングのエアコンをかけたら、お風呂入るとか夜寝るまでは廊下とか洗面所に暖房機をつけておくと。なかなかできないですけどね、はい、すごいお金かかっちゃう。そうですよね。特に僕の場合、ゼッチ住宅で暖気性能がまあある程度あるので、うん、まあ、電気代っていうところに関してで言えば、エアコンをずっと24時間つけて、うん、で、洗面室にお風呂入るときつけてってなったとしても、うん、オール電化で、まあ、大体 2月の一番寒い時でも1万4、うん、5000円ぐらい、うん、で、まあ、家族4人で暮らしているし、うん、お風呂も貯めますし、うん、そうですね、うん、それぐらいであれば、あ、まあ、使っても、うん、特にこう家計にダメージも来にくいか使おうかなってなりますけど、ただ僕のゼッチ住宅よりも例えば性能低い家だと、うん、もっと金額が高くなる可能性が高いので。そうなんですよね。ゼッチ住宅っていうと、まあ、耐震じゃないよ、断熱等級でいうと4を超えてもっといい住宅なので、はい、もう高断熱のレベルなんですよね、はい、で、まあ、築20年ぐらいの家だと等級が3とか4とか、あれじゃないの、 3とか2とかなんです。1っていうのは本当にもう短板ガラスの家なので、はい、と 2ぐらいの家が多いのかなと思うと、それの暖房費ってめちゃくちゃ何十万って一冬かかっちゃう。そうですよね。その対策どうするかなっていうのは悩むところなんですけど、でも可能な限りその温度差をなくそうっていう努力をしておくと良いなっていう知識かなと思ってて、例えばヒートショックで一番多いのは多分脳卒中とか、まあ、心筋梗塞とかだと思うんですけども、はい、私の父親も脳卒中で、もう私が中学2年の時に半身不随でずっとそのまま障害者だったんで、めちゃくちゃ家族としても大変な思いをしたんですけれども。大変ですね、それは確かに、はい、だから結局脳卒中になってしまうとかになると障害が残っちゃうことが多いじゃないですか。そうですね、うん、だからその人たちの大変さっていうのは多分吉郎さん一番知ってるんじゃないかな。そうですね、確かに本橋さんがおっしゃるように、こう電気代を考えた時に、うん、なかなか24時間暖房に踏み切れない方ってすごく多いと思うんですね、うん、はい、
で確かにこう24時間暖房してどれぐらい暖かくなるかって実際に暮らしながらデータを取らないとわからないと、ところもあるの で、はい、でただあのヒートショックになって、あの本橋さんのお父様のようにこう脳梗塞とか脳卒中になった方っていうのは、あの、まあ、障害がやっぱり残りやすい。そうですよね。でそれが体だけではなく、脳の障害によって、こう注意が向けられないとか、物を使えないとか、そうですね、っていうこう日常生活にすごく支障が出ることが多いんですよね。そうですよね。でそうするとリハビリを頑張ったとしても元には戻れない可能性があって、で一番怖いのは自分が自分でなくなるというか。そうですよね。だから脳の影響で性格が変わったりする人もいるんで、だからそれが単純にヒートショックだけではないんですけれどもね、リスクとしては。ただヒートショックが起因となるものがあるので、それをなくしていく暮らしが本来大事だよっていうところですかね。で特にこれから新しく家を買う方は、じゃあなぜ断熱が必要なのかっていうのは、温度差をなくせるための家部屋をちゃんと断熱するための断熱っていう話なので、それが結構わからないですよね、建てるまでは。そうですね、あの、本当に前本橋さんの一番最初のコラボの時にもお話し、多分したんですけど、あの断熱を入れとけば勝手に暖かくなるんじゃないかっていう、思いがあって、絶地住宅内なんでこんなに寒いんだろうって分からなかったのが1年目ですね。そうですよね。まあ暮らし方によってある程度はリカバーできるけど、まあ、吉郎さんの家みたいに高断熱ないならまだいいんですよ、これ対策が取れるって。だからまあこれから家を建てる方、もっと言うと私はまあ超高断熱の家も作ってるんだけれども、この前昨日もちょっと点検というか1年目の方のところ見に行ってきたら、エアコン止まってんですよね。そうなんですね。まあ高断熱がまだいらないって時期なのかも。でも結構寒かったんで、寒かったろうにっていうのにエアコン止めちゃうんですよ、これ。これはなかなかですね。なんでだろうって、こんなに性能良くしたのに止めちゃって寒くないですかみたいな話になっちゃう。辛いなと思うんですよね。そうですよね。だからすいません。だから性能を上げた家を作ったなら、もう吉郎さんみたいな絶地以上のクラスになってくると、もう24時間暖房をしていくっていう知識を、暮らし方を勉強してもらわないと困りますよね。そうですよね。やっぱこうエアコンとか例えば買いに行った時に、家電量販店の人も24時間冷房、暖房とかっていう話ってまず出てこないですし、どれぐらい使いますかって聞かれて24時間暖房使いますよって言うと、いやすぐ壊れますよとかっていう話とかなるので、あの一般的なこう建築の方から受け取る情報だけじゃなく、他の一般的にいろいろ受け取る情報でも24時間暖房っていうのがマストっていうのは、あんまり一般的ではやっぱりないので。そうですね。だからすごい難しいなとは思いますね。まあここら辺はでも、もう草の根レベルでどんどん広めていくしかないなっていうところで動画があるかなと思うんですけどね。そうですね、やっぱりこう皆さんにヒートショックの怖さだったりとか、あと24時間暖房していく上で、まあ必要な考え方、あとは24時間暖房で得られる、まあ、メリットっていうところを、メリットでっかいんですけどね。そうですね、やっぱお金以上の価値、そうですね、僕はよくプライスレスとかって言葉を出したりするんですけど。そうですね。だから特に私なんかも、去年ぐらいからですよ、24時間稼働したの。あ、そうなんですね。で風邪ひかなくなっちゃったんですよね。ああこんなに風邪ひかないんだと思って、最初からやっとけばよかったみたいな。うちも断熱性能低いんだね。なんか寒いっておっしゃってましたね、前。そうですね。だから今年はお風呂場の窓を塞ぎましたから、もう激変しました。あ、そうなんですね、環境が。あ、いや僕も、ね、そういう塞ぎたいですね。そう、だからお風呂の窓いりますかって聞くとね、結構受けるんですけれども、はい、それぐらい苦労したんだよって理解してほしい。
そうですね、本当まあ、特に洗面室トイレとかは、うん、もうとにかくお金はかかるかもしれないけど温めておくことによって、うん、将来へのリスクの回避にもなりますし、うん、自分の大切な人が健康でいれる、うん、病気から守れるっていうことを考えたら、その電気代は健康への投資かなと思うので、ぜひ皆さん使っていただきたいですね。はい、わかりました。じゃあまたコラボしましょう、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。さよなら。はい、どうでしたか吉郎さん、こういう医療系で住宅に詳しいというか興味を持っていただけるのすごくいいですよね。ヒートショックだけではないんです。体温低下ですね。体温低下は全ての万病の元だと私は思ってます。夜寝るときに あったかいお布団にで 寝れば寒くないよって言うんですけども、呼吸している肺はとても冷たい空気を吸っているんですよね。そういうところでの呼吸障害、喘息だったり、まあ温度差とか乾燥とあとは低体温っていうところで皮膚炎っていうのが出てきますよ。アトピーとかですね、そういうのが改善されるっていうのが、まあ、全ての人っていうわけではないんですけども、その室温が低いから悪くなってしまうっていう場合が多いっていうのも事実だと思います。風邪にかかりやすくなっちゃいます。だから私はまだエアコン止めない歴2年なんですけども、それまで止めて寒い思いして頑張ってたんですけども、だからまだ初心者なんです、私も。でもこの2年間ほとんど風邪ひいてないですね。まず1ヶ月だけ、だから今年の1月だけでも体感してください。ただエアコン止められなくなるんで、エアコンの音が心地よく感じられるようになりますから、18度以上の生活を体感していただけると随分世の中が変わります。で、健康にもなるっていうところです。可能ならば20度以上の方がいいんですけどね、本来は。可能ならば全室、これは等級4だから、今方はだいぶできる状況にはあります。これはチャンネルアキさんという方がだいぶリカバリー法を出しているので、それを自分で実践してみるっていうのも手です。性能別暖房の仕方、暮らし方ですね。性能1、2の方、1、2っていうのは無暖房かほとんど 暖房が断熱が入ってない方、我慢せずに可能な限り暖房を入れるを心がける、もう我慢しないってことですね。こたつに入るよりはできるだけ室温を温める。で、温度差がすごく出ちゃうと思うんです、上下の気密が悪いために、断熱性能が悪いために、なので攪拌してあげるみたいな形、サーキュレーターを使ってみたいな。特に洗面室と浴室ですね、特に入る前に余熱をしとく、最初に温めておく、でヒートショックが和らぎますので、それで寝る時の時間が一番多分多いんですよね。まあずっと家にいる方だったらリビングと寝室を重点的にしてほしいんですけれども、できるだけ18度以上を保つってことですね。性能が3の方っていうのは複層ガラスなんだけれども、アルミサッシみたいな方ですかね。 LD 浴室、洗面、トイレなどを重点的に温める方法を考えてください。LD は、まあ、エアコンでいいと思うんです。で、浴室洗面はオイルヒーターだったり電気型のヒーターの方が安全なので、電気代かかるっていうのは承知なんですが、できるだけ温めてほしいんです。まあ、その場合は深夜を止めてしまってもいいとは思うんですけども、できるだけ早めに温めていく。トイレなど、そうですね、各所の電気ヒーター対処っていうやり方がある、一番かなと思います。性能4の方ですね、10年以内に買われた方は、皆さん本当に一度全館を温めるような運転の仕方をしてください。エアコン、冬中、今の時期ですね、エアコン、すべてのエアコンを暖房入れて、例えば22度設定にしてオンにする。もうそれを4月3月いっぱいぐらいまでは止めないっていう勇気が必要ですね。で、その時はできるだけ収納もそうなんですけれども、居室もそう、ドアを開けてください。で、全室開ける、玄関も温めるっていう気合を入れてほしいなと思います。結論です。冬の室温が18度以上、まあ、18度以下になるとかなり
リスクが高まるっていうデータが出てるものですから、それ以上本来は20度以上にした方がいいよっていう形ですね。そのために今住んでる家をどういうふうにしたらその温度に保てるか、でどれぐらいかかるかを理解してほしいんです。これから家を買う方はこういうことなんです。膨大なエネルギーがこれからかかる家をわざわざ高い値段を出して買いますかって、ここが高断熱高気密が大事だっていう要素です。せっかく高断熱なのに買った方でも実際にエアコン使わない方がいる。高断熱にしたからエアコン使わなくて済むわっていう考え方なんですけども、室温を落とさないための省エネの手段ですよっていうことを分かってほしいなって思ってます。だからエアコン止めないでほしいんです。せっかく暖かい家作ったのにエアコンが止まってて寒いってちょっと厳しいですよね。っていうかそれって未来家族の健康にすごく大きな投資になるんですよと、その方がその電気代の方が安く上がるんですよっていうのを理解してほしいっていう形です。止めるなです。もう11月になったら止めるなぐらいの勢いで4月まで止めるなって感じです。ベストはエアコン1台で、例えば1階のリビングのエアコンに6畳用のエアコン1台ピッと入れたら全館が温まるっていう家欲しくないですかね。20度以上キープできてっていう形です。まずは湿気はまず気にしないでください。特に気密が悪い家ほど外の空気をガンガン入れるものですから、それで温めるとすごく乾燥するんです。高気密高断熱がなんか乾燥するっていう誤解をしてますけれども、そうではないんです。まあでも湿気に関してはスポット的な全部を湿気をコンディションを良くするっていうのはもっと高度なレベルになるので、まずは室温を20度とか18度キープを目指してください。特に寝る時とかですね、朝方18度以下になってないっていうことをやってください。はい、今日はエアコン止めるなんですね。エアコンは止めないでほしい。このエアコン一回つけたらもうこの冬のシーズン終わるまで止めないっていう勇気を持っていただけたらなと。特にまあ断熱時計4以上の方はその勇気を持ってください。でそれに対して節約する手段いろいろありますので、まあ今後もそういう動画を上げていきたいなと思っています。それではどうもありがとうございました。さようなら。